ミクロラプトルとは、中世大白亜紀前期に生息した小型羽毛恐竜である。竜盤目住脚羽毛ドロマエオサウルスカに属する。発掘地は中華人民共和国領年賞など。名前の意味は、とても小さい泥棒。ミクロラプトルの最初の標本は、1999年に鳥類に非常に近い羽毛を持った新種の恐竜アルカエオラプトル。 リアオ人間ンンシスアキラプターライニンガンシスとしてナショナルジオグラフィック史上で記載された。復元標本が表紙を飾ったこともあり、短期間でこの恐竜は有名になった。だが、その後、アルカエオラプトルの元気載標本は2種類の動物の化石を組み合わせた合成化石であることが明らかになり、2000年に元アルカエオラプトルの標本の頭骨、上半身及び 下半身の一部分が、改めてドロマエオサウルス科の親属心脂ミクロラプトル、ザオイアヌスマイケラプターズイオネスとして、記載し直された。人との比較ミクロラプトルの骨格キャスト2003年に、記載された、ミクロラプトルグイマイケラプターグイ、腰しようと、ブリューの化石には、発達した羽毛が保存されていた。ミクロラプトルグイと現在の鳥類との最も異なる点は、 全種のみならず後足にも発達した飛行用の羽毛を持つことである。どのようにしてこの甲子羽毛が発達したのかは定かではないが羽毛の形態が原生鳥類の風切り波動用の左右非対称になっていることからこの動物が実際に飛行できた可能性が高いと考えられている。前後の4枚の羽根を水平に広げて使用したという。 復元と大腿骨頭がほぼ90度に折れ曲がって、関節下にはまり込むという恐竜の一般的な股関節の形状から左右方向の自由度は低いとして、孔子は垂直尾翼状、あるいは副容器状だったとする復元がある。ミクロラプトルの発見後、すでに知られていた蝶類の化石の再調査が行われている。その結果、ヒ素蝶にも孔子に羽根があった可能性が、 報告されている。電子顕微鏡を用いてメラノソームを原生の鳥類と比較した結果、ミクロラプトルの羽は玉虫色の光沢があったことが判明した。こうした構造色は現代の鳥類でも確認されている。なお、ミクロラプトルザオイアヌスとミクロラプトルグイは同種であるとする見解もある。復元イラスト、ありがとうございます。